悲しそうな声出してる。なんか俺も悲しそうな声出してみたい。かわいそう。俺は熱。何してんの？ね、俺のあだ名みたいな感じになってるけど大丈夫？何？どうし？何を今してらっしゃいました？これ話関係ないけど、俺は昔あのあだ名でやるせいでおなるって言われたことあるけど、何してた今？うるせえな。バタバタしてただけだろ、どう考えても。じゃあ今もう一回やってください。もう一回やってください。それやってんなこれ。やめろお前、人の配信でさ、自分が配信撮ってないからってさ。やってんなこれ。さあさあもうやっていい、長くやんなくていい。長いね。長い長い。暑いんだもんだって。暑いんだもん、やめろよ。暑いんだもん、ほんとさ。暑いんだもん。高校そう、なんだっけ、質問ないよね。3人の高校生活どんな感じだったんですかって。なんか俺結構不良学生。嘘つけ。あのね、嘘つけよ。授業サボってね、カラオケとか行ってたよ。なんて？え？授業サボってカラオケ友達と行ったり。いや嘘つけよ。本当本当本当、いやいつもじゃないよ。いつもじゃないけど。いや嘘つき、嘘つき。自分で言わないんだよな。そう、本当に悪いやつってそういうこと言わないから、俺は不良だったよみたいなこと。学校休んでカラオケ行ってたの？でも学校途中で、途中でね、早退してね、ちょっと。え、それはなんか早退しますって言って行ったの、先生とかに。かな、うん、多分。そんな悪くないんじゃない？なるせは。何？エピソード？うん。なんか、あれだね、俺あれしてた、あのお弁当持ってきても、その学校で注文してお金払ってお弁当を、なんで今イントネーション変わったの？なんか買ってもいい。え、何が？いやいいよ。ああ今朝俺成瀬って4人いて、あのその今違う2番が入ってきたから入ってきたね。うん、考えて。であの、うん、お弁当をその、はいはい、お弁当を持ってきても、その、うん、朝あのみんなでこう、うん、お金こうバーって出して、なんかそのみんなセンターかなんかに注文する形式の2個があったんよ。うんうんうん、でも俺、うん、みんなの家庭の味を知りたくて、うん、頼んでた。ちょっとお弁当、これ俺これ好きなの頼んでいいから、お前のお弁当俺に1日 くださいって言って、みんなのあれを、家庭の味をちょっとずつ楽しんでた。でもやっぱ俺のお母さんのご飯が一番美味しかった。ああ、え、ソラさんが電話が来た。え、やばい、怒ってるソラさん。やばい。あ、切った。それソラさんの電話切ったよ。いや、だってさ、出た時にさ。それダメだよそれ。え、出るべきだった今。うん。じゃあ俺出るよ、マックの真似して。マジ？うん。はい。で、出る、俺が出る。え、大丈夫かな？じゃあ怒られるよ。はい、もしもし。あ、今ツイキャスしてます。ツイキャスしてますよ。はい、はい、暇ですよ。何ですか？はい、あ、サラさん、はい、あ、ルス君来てます。ちょっと話してってください。はい、サラさん、あ、うん、今もう全部声乗ってるんでツイキャスに。サラさん、おー、ルス、サラさん、なんでルスとルスに変わるんだよ。いやサラさん電話来て、僕が出なきゃと思って。そっか、ありがとうね、はい、元気ですか？わかんないけど、ありがとう。元気だよ。なんで元気ですか、ソラルさん？元気だよ、元気だよ。よかった、うん、元気だけど、ツイキャス集中していいかな。え、晩ご飯食べました？え、晩ご飯ね、あのね、焼き肉食べたよ。もう来ていいかな？え？あ、マークか？なんでさ、マークさ、いや、今切ったの僕じゃないよ。いや、ソラルさん、焼き肉の話してたじゃん、今。今指押したの、僕の指押したの、君です。君が僕の指を持ってさ、あのピッてやったんじゃ。何人のせいにしてんの、意味わからないんですが。始まりました、引きこもらないラジオ、第1回。第1回、記念すべき第1回。言えてないよ。引きこもらないラジオ。では、第1回、ソラマフ、引きこもらない、引きこもらないラジオ。引
きこもらないラジオ、引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 きこもらないラジオ。全然何言ってるか分かんない。よろしくお願いします。全然何言ってるか分かんない。引きこもらないラジオ、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 引きこもらないラジオ。滑舌いい。引きこもらないラジオ、引きこもらないラジオ、引きこもらないラジオ。潰れすぎだろ、言葉が。引きラジ。それのどこがその外出した写真になるの？だから、城は外に立ってるじゃないですか。マフマフさんっぽい意向ですね。今さ、4小節目の Gm7 と C7 のところ挟んでいたの気づいた。ここ部分転調してるんだ。君もこのコード進行と同じぐらい好きだよ。いたらめっちゃ面白いじゃん。はいはい、みんな聞いて、歌ってみた荒木なりせメジャー100万再生今突破したわ。すごくない？みんなで話してる間に100万再生いったんだか、マジで。ういめっちゃ恥ずかしいよ、こいつ。シーなあ、海外で流行ってるね。シー100万再生、100万再生いったんですけど、マジですごくないか。これは荒木なりせの曲さ、なんか伸びね。どうせさ、再生数買ってるだろう。こっそり誰か正直に言えって、マジでガチで嫌いなんだけど。言ったら俺だよな。俺マジで再生数買ってるだろ。てかマジ普通に俺やばい、やばいかもしんない。何やばい、残酷な天使のテーズだ。やばい、マジやばい。ガチやばい。わけわからん。待ってください。ガチで天使のように、ガチでわけわかんない。こいつなんだ、マジでなんだこいつ。ガチで青い風が今胸のドアを叩いても、音でかいし、バリエタイアストーリーこそな。やめてほしいわ。家燃えてんのかと思うわ。みんなも嫌でしょ、この DJ。 なんで止めないの。でカラオケ行ったら1曲目に何歌ったら一番いいのかな。カラオケ行ったら1曲目に何歌ったら一番いいんだろう。あ、みんなに決めてないって。決めな。もう喋んのめんどくせえな。ガチでやばい。なんかさ、脳のさ、データを送ることでさ、みんなに伝ってとっちいわ、今から喋ろうとしてること。いっちゃめんどくさいわ、喋るのが。こいつやばい、やばい、やばい。ウォーターサーバーがあるじゃないですか。喋るけど、ウォーターサーバーが、うわ、なんかゲームやりて。ウォーターサーバーがあるんだけど、社会に俺思っ解き放ったらダメだ。パティシュ。やべえ、俺マジで全部口に出るタイプなんだ。なんだよ、ズーズー。すごい。おーおーおー、どうした。おい、すごい。はい、年下。初めて言われた、ナルセに年下って。聞いたぞ。何を言う。ナルセ誘っても絶対来ないから誘わない。そっちか。聞いたぞ。そっち。そっちね。音あれやば。はいはい。おい、聞いたぞ。いやいやいや、え、誘ったら来たんですか、ちなみに。いいえ、だから。はい。うん。何度も言ってるじゃない。何かよ。何度も言ってるじゃない。何度も。と言いますと。いや、俺は。はい、3人で仲良くしようねって俺は思ってる。いや、そりゃ思ってますよ、我々も。そりゃ何言ってんすかさ、思ってますから。そりゃ何言ってんすか。俺は起きてアレナルメイのツイッター見たらびっくりしたよ。聞かされてないキャンプ次回お楽しみにみたいなことされてたんだけど。はあ、いやー、ちょっとね、なるせさん、ね、何よこれ。ちょっと話して、この話。年下。まあ本当だったら成瀬さんと3人で僕らもキャンプ行きたいんですけど、まあ成瀬さん誘ってもなんか
絶対断られるし、まあ、成瀬さん誘うとなんか逆にこう気使って、おお泳ぎますよみたいなちょっと変な感じになるんで、あのそういうのを全てひっくるめて逆に声かけないでおこうという。いや、じゃあ、はい、なぜ誘う来ないから絶対誘わないよ。これは何？お姉ちゃん。それ、これは何？いつ言ってたの？切り抜き見たな。見た。切り抜き。びっくりした、俺普通に。あ、そうなんだって。あ、そうなんだって。あ、もう、あ、そうなんだ。あららるめ、俺誘って。俺キャンプには誘われないんだって思って涙出てきて、俺普通に気づいたら。なんで？でも行かないけどね、行かないけどね。いや、誘われても。そこがポイントなのよ。めんどくさい、めんどくさい、本当にマジでめんどくさい。年下頼むよマジで、仲間に入れてよそこだけ。キャンプ、じゃあキャンプ行くじゃん。行かない。行かないんかい。結局どうすればいいの逆に。一言声欲しいなってだけ。寂しいじゃないですか。なるほどね。なるせキャンプ行くって、あの俺はもうそれ見た瞬間行かないですって送るだけじゃん。まあまあまあ。え、そんな人誘いたいですか。いや、それはそれは本当に。俺逆の立場だったらマジで誘いたくない。マジで嫌だなって思う。でも俺の気持ちにもなってほしい。あ、はいはいはい、はい。